やーらーぽーです。なんか今ペンパイナポーみたいな持ち方になっててうん、すげーよ。はい、というわけでね、今日はね、なんでペン持ってるかっていうと、ペンでね、あの顔に落書きをしたいんだけど、ただ落書きをするっていうのもう2人でテンション上がんねえと思いますはい、今日はね、だからモノマネ対決をして、モノマネ対決で負けた方に、落書きを5秒してって、要は5秒、あ、でもそうで、どんどんやっていく。そう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 、だって5秒でだってやってって、でもうすごいね、顔になっちゃって爆笑になって、もう笑って笑って何もできないよってなったら、もうおしまいにしようと思います。それはないね。はい、じゃあね、消えんの、消える消える。はい、でね、じゃあいくよ、第1個目。はい、でんちょっとね、はい、1個目いきますよ。はい、1個目はね、じゃあモノマネのモノマネになっちゃいますけど、はい、あの八代優、あのが八代優さんが芦田愛菜ちゃんのものね、定番ね、これね、よくあるやつね。あの、じゃあ芦田愛菜だよね。芦田愛菜、まあでも、もうちょっと付け加えて、要はもう面白くしてくれた方の勝ち。ね、内容の面白い。順番さ、順番。そうだね、順番だ。はい、じゃあ、じゃあ、はい、勝ち。勝ち。え、負けた、どあ、負け、勝った方が選べるの、先やるか後やるか。2番目。いや、リア得意じゃない、リア先。やだやだやだ。いやいや、決めて。じゃんけんなんだから、しばしば。何のマネ、ひらのマネ関係にじゃねえかい。はい、だってないもん。じゃ、だから言ったじゃん、ヤシロユウのモノマネをするんだよ。怖い、ヤシロユウ。今事故って、ごめん、無理。ヤシロユウのモノマネをする。はい、今見た、練習してよ。何したの、何叩かれた、叩いて怒る気ない、なんだってない。いいよ、はいはい、もうそういうことで、はい、やって、ヤシロユウのモノマネ、お題だから、これ。何？そうそう、さっきやってた。はい、じゃあ真ん中でやる人は。はい、しんどい。お願いします。笑かしてくれた方の勝ちやから。似てる&。はい。どうぞ。どうぞ。あのね。そう、目向いて。足がまだだよ。はい。はい。じゃあ2番目いきまーす。おやすみ。はい。本気でね、本気でね。はい、お願いします。多いな、いいよ。ほんねほんねよ、アイスが食べたい。オーケー、さよなら、リアさんの勝ち。はい、5秒、はい、5秒ね、待ってよ。はい、いきますよ。はい、待って、長くタイム、よーし、よー、1、2、3、4、5秒。なんかこっちだけ書こうとしたのに書けなかったじゃん、こっち見てこっち。はい、というわけでね、第2弾いきます。はい、次はね、なんだっけ、あのアニメ、千と千尋に出てくる顔なしがカエルを食べちゃって、カエルの声で言うやつ、いうところをやります。はい、そうです。じゃんけん、じゃんけんぽい。ねえ、待って、それ、いいよ、早くして。じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、しゃあ、2番目。はい、はい、じゃあ1番目いきます。これちゃんとね、判定するからね。死んだ、あ、まだ。オッケー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 、ちょっともっとこの辺から出たんだけどね。死んだ、死んだ、死んだ、似てる、似てねえよ。あ、強いのが似てるから、ね。お願いします。鮮度、鮮度で似てる。それ足玉なんだ。それ足玉なんだ。いつも笑わせてくれるの、強いが。それ完全に足玉。笑いとってる方だからね。どっち？え、別に。もう笑わせてほしい。足玉なんだから。え、足玉なんだよって。じゃ。セオだ、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 面白い。どっち？ああ、難しいなー。面白さはずるい。面白さはずるいだけど、面白さも含めてだから、リアさんの方が。はい、5秒間、戦っていいの？5秒間、はい、ね、本当に動かないで、マジ邪魔だから。はい、準備、チット1、え、待って、あ、いやです、よーい、ドン、1、2、3、4、
こう。はい。おー、涙拭きましたね。涙拭きの。何が何だか分かんない。はい、次。はい、次のお題いきまーす。明太子たらこスパゲッティ。次、はい、有名 YouTuber さんのモノマネをね、やってください。何でもいいの。何でもいいですよ、これは。で、これは似てる方と笑いね。そうですね、やりたい。やりたい。じゃあ、やばい、はい、行くぞ、しゃー。そんな、はい。2番目。2番目、はい。じゃあ、はい、トップバッターお願いします。嫌なのはね。どうしよっかな。好きな方、好きなのでいいです。2人、2組いいんだよね。じゃあ、2つやってもいいよ。でもそれは嫌だ。大丈夫、やってもいいよ。で、2つの総合点で決めますから。ダメだよ、1つ1個1個いくよ。いいよ、じゃあ2つやりたい人で1つやりたい人。何やの。いいよ、でも先、早もがち、早もがち。あースカイ、待て待て待て、何だよ。もう一回もう一回、忘れちゃった。どうもースカイピース、イエーイ、オッケー。待って、私もスカイピースになっちゃう。いや、だったらいいよ、頑張ればいいじゃん。いくよ。そういう動きずるいよね。どうもースカイピース、これやっぱ待てないよね。痛いの。痛い。オッケーオッケー。はい、どうぞ。5秒間、はい。あ、また私勝っちゃった。やったわ。はい。じゃあ、待って、髪の毛玉。ここの宿題残ってるからテンション低いんだよね。よーい、ドン。1、2、3、4、4。ねえ。はい、オッケー。はい、次、はい、次のお題、はい、次のお題はね、アヒル。アヒル完全勝利だ。そう、すごいね、それ、そのそのパワー強い。最初、アゲーデルパイシャッシャー。何番？2番。はい、何？2番です。アヒル、はい、じゃあアヒル。もうね、体ごと使っても何しても構わない、うん、体使って。ちょっと待って、待って高すぎじゃない。ちょっと待って、待って、それ高すぎだな。ちょっと待って。もういいよ。いいよ。おい、アヒルって何？ただのおばあちゃんみたいな。はい、終わり、終わりよ。こっち向いてやった方がいいんじゃないの。わかんない。ひどい。はい、終わり終わり、もう。はい、じゃあお願いします。プロお願いします。これ鶏だ。これはちょっと、あ、これごめん、これは、はい、え？これ勝ち。これだって面白かった。おばあちゃんの面白かった。はい、行きまーす。はい、ちょっと待って。はい、5秒ね。それだけ早くできるかだよね。5秒ね。よーい、ドン。1、2、3。それは似合う。はい、ストップ。似合う。じゃあこれは見れないのね。最後に鏡で見る。そうそう、自分たちは見れないもんね。キル入ったみたい。すごい汚い顔になった。はい、次、次のお題いきまーす。さあ、負ける気がする。じゃあ次はリューチェルね。リューチェルさん。リューチェルさん。ヒカルくんがね、ヒカチュウやってるから。はい、というわけでじゃんけんしようね。何番？次にやからねんじゃない？次にやからねんじゃない？ダメだよ。負けてんだもん、しょうがない。負けてんだよ。はい、じゃあリューチェルさんお願いします。ね、やることない。何でもいいよ、早く。なんだこれ、チリチリ。恥ずかしがんないで。やだ、本気出して。じゃあもうそれ。あ、だだ、チリチリビーン。舐めちゃえ、顔舐めちゃえ、顔舐めちゃえ。はい、分かった。はい、どいて。2番目の人。はい、お願いします。こんにちは、リュウジェルです。ダルダルミーム。おめんじゃない。面白くない。はい、ナノさんの勝ち。5秒。待って待って、優しくないってマジ痛いの。刺さるの、針が。よーい、ドン。1、2、3、4。とりあえず書いてた。5。はい、ストップ。なかなかですよ。やばいぞ、これ負ける。はい、というわけでね、ちょっと一回休憩。長い、これ。疲れた。いいね。でもこれ面白いかもしれない。今までで一番面白いかも。で、顔なし。私
顔なし私。リア二回なのにすごいラブ咲いてんね。ユーチューバーは私だよね。でここからがダノだよね。あ次ブロブリッコ？ブリッコだ！やべえなんだこれ止まんなくなっちゃった。はい。じゃあ次は？はいというわけでね次はね。6個目ね、6個目のワン疲れ笑いすぎて疲れてる人がいますけどね。次はねブリッコやりたいと思います。でこっからブリッコよブリッコ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 でしょ。はいこっからいくよ。でねこっからちょっと特別ルールで10秒で、あとパパも加わります。落書きに2人でやられるの？10秒間ということで、ことですね。はい、じゃあブリッコの順番決め、ゲーム。最初はゲー、じゃあ、キュッパッ、シー！やっと勝った。イエーイ！何番？お、じゃあはい、先頭バッターお願いします。待って、ちょっと、一瞬。はい。ねえねえ、何してるの？それは？顔って言った！ねえ、あ、ダメだよ。かわいくねー。はい、やだ、どうぞ。でも、かわいくない。キモさがいいかわかる。はい。次、はい。ブリッコやってよ、ブリッコ。ブリッコ。そう、話す中身も大事だからね、これ。で、今結構ほんと、キモさでよかった。はい。やめちゃう。キモさでいくね。全然。全然ブリッコじゃない。ダメだダメだよダメだ。いやいやいや完全にブリッコだったから半分で。いやこれはもう、ね、これはしんどいけどもう、はいどうぞ。はい、じゃあちょっと待って、ね、前髪10秒数えて10秒数えて。まだだよまだだよ。こっちうんまだもう寝たいですね。近い、なんだよちょっと、ね、もっとさあげて動画の時、ね、そうですね。かけないじゃん、はい、お願いします。よーいスタート。寝たい。ちょっとそういうことでやめてよ。寝たい。ずるスタート。はい、さっきね中断しちゃったんだよね。待ってまだ。よーいスタート。1、2、3、4、5。おしまい。ああ、結構しか書いてない。全然書けねえ。目ん玉入った。入ってな。目の中入れないでね。あ、ブルゾンじゃないですか。動くな。だって痛かった。もうね、結局どっちが勝ったとかよく分からなくなってきちゃったんで、グダグダになってきたんで、もうお互いここまで来たら顔の落書き対決だよね。で、どっちが面白いかになりました。てぇなぁ。ゆっくりでいいからちゃんと書いて。きたねぇ。ねぇ、ララピンあげて、ピンで前髪を。待って、ここめっちゃ黒い。もう、もうただのなんか黒、きたねぇ。うんち。いいよ、はい。仕上げました。すごいね。デリッツ。いやー、なんで、なんかしないけどね、ここにね、野球のボールを置かれてきました。なんかね、待って、もう見えちゃった、ちょこっと。すごいね。もう、なんだろう、もう、落書きのレベルじゃないよね。すごい。はい、次だな。はい、次、じゃあ、はい、仕上げていきますんでね。はい。すごいね。ドクロベがいる顔に。で、あとは何？ここにアポーペンがある。アポーペン、富士山もある。太陽とかもある。富士山？これ富士山じゃないか。いやー、太陽じゃない、花火で。そのおでこの上にあるの何？目がね。何あれ肉の目。アポーペン書こうとしたんだけど。ひどいね。じゃあはい、二人でこれ判定して。おかしい人だ。ナローがすごいし。いや、誰でも本当にすごいよ。ひどいよ、本当。これ見てると気持ち悪くなる。雑だ。なんで？はい、というわけでね、結果ひどいことになっちゃいましたね。また、ちょっとバイバイしてください。もういいよそれ。はい。
じゃあさ、はい、概要欄にじゃねえや、なんかコメントにあって、この顔はどっちがひどいか、どっちもひどいや、判定できませんよ。で、ケツは、あ、ケツじゃねえや。はい、というわけで、以上で、はい、はい、ラナが1、もういいって、勝ちも負けもねえよ、そんなのもう。ラナが3で、私が1、2、3、4、5、5でーす、はい、あっちの勝利というわけでね、以上で落書き大会おしまい。イエーイ。します。さよなら。バイバーイ。